皆さんこんにちは。美人すぎるバレーボール選手として話題になった滝沢ななえさん、そんな彼女の現役時代や現在の職業についてまとめてみました。まずは滝沢さんの簡単なプロフィールをご紹介します。名前滝沢ななえ、愛称ナナ、生年月日1987年9月22日、出身地東京都三鷹市、身長167センチメートル、体重51キログラム、血液型 O 型。母親の影響で小学校2年生でバレーボールを始め、高校は強豪八王子実践高校に進学、春高バレーで活躍し、ポジションはリベロで、高校3年生の時には主将を務めています。2006年にパイオニアレッドウィングスに入団し、2007年の V プレミアリーグの開幕戦でリーグ初出場を果たしています。この当時はレシーバーとして途中出場が多かったようです。2009年にパイオニアを退団し、 V チャレンジリーグのアゲオメディックスに移籍、リベロのレギュラーに定着し、チームも V チャレンジリーグで準優勝を果たしています。しかしその後は出場機会に恵まれず、2013年にアゲオメディックスを退団し現役を引退しています。滝沢ななえさんですが、実はこれまでに男性と交際したことがないそうです。じゃあ独身なのかと思われますが、実は2017年11月16日に放送された衝撃のあの人に会ってみたに出演した際、今付き合っている方はいます。公にするのはちょっと初めてなんですけど、実はですね、私女性の方と付き合っているんですと、まさかの同性愛者であることをカミングアウト。このカミングアウトについて滝沢ななえさんは、家族にも言えなかったし変に取られるんじゃないかって、やっぱり怖かった部分はすごくありました。本当に堂々と私はこうですというふうに明るく生きていきたいと思いますと思いを語っています。番組が放送された直後には結構話題になりましたが、ネット上では応援のコメントが多かったです。現在滝沢ななえさんはジムのトレーナーをされているそうですが、交際相手は同じジムのトレーナーの坂本伊織さんという年下の女性だということです。いわゆる職場恋愛になりますかね。2019年現在日本では同性結婚が認められていないため、滝沢ななえさんも結婚していません。ただパートナーシップ証明というものがあるようですが、同性カップルが結婚したことを認める形だけのもので、法律上では婚姻届を提出することはできないようです。日本での動きですが、2015年には東京都渋谷区が結婚に相当する関係と認めるパートナーシップ証明書を発行するために、渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例が区議会本会議で可決成立し、同年4月1日より施行されています。これは全国初の条例で、2015年11月5日から証明書の交付が開始され、一組のカップルが証明書の交付を受け、当時話題になりました。また東京都世田谷区でも世田谷区パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する要項を制定し、渋谷区と同じ2015年11月5日よりパートナーシップ宣誓書受領証の交付が開始されています。渋谷区と異なり条例ではなく要項で制度化したため、申請手続きが簡素化されており、初日に7組のカップルが受領書の交付を受けています。その他ライフネット生命保険が死亡保険金の受け取りに同性パートナーを指定できるようになり、携帯電話会社では同性パートナーを家族割引などの対象にできるようになりました。徐々にですが日本でも同性愛者への理解が広がってきているようです。現在の滝沢ななえさんですが、フィットネストレーナーとして美尻専門ジムで勤務しています。美尻専門ジムということなので女性専門で、東京都南青山にあるスパイスアップフィットネスというジムだそうです。現役の時は美人バレーボール選手と呼ばれるほど見た目も女性にしか見えませんでした。しかし現役引退後の写真を見るとどこか男性に近い感じがします。宝塚歌劇団の男役みたいな感じですよね。実は滝沢ななえさんが同性愛者だと自覚が芽生えたのは22歳の時だそうで、きっかけは上野樹里さんが同性愛者を演じたドラマラストフレンズを見た時でした。前から周りの女性との恋バナにも入れず違和感を感じていたそうですが、22歳の時に初めて女性と交際した時に自身が同性愛者だと自覚したそうです。その頃に衝撃のあの人に会ってみたノーファーがあったそうで、取材で来ていたディレクターに彼氏か旦那さんはいますかと聞かれたので、彼女がいます
と答えたところ、最初はびっくりされましたが、その後にぜひ使わせてほしいと言われて放送することになったそうです。意外にも周りの反応もよく、家族も受け入れてくれたそうです。そんな滝沢さんがカミングアウトする際に一番緊張したのは、お母様に話した時だと思います。当時の様子を語ったものをご紹介します。滝沢さんは現役を引退後、バレーボールコーチとして働いていた頃、当時のパートナーとの間で同居の話が持ち上がったそうです。一緒に住むのであればきちんとけじめをつけたい。滝沢さんは母親に本当のことを言おうと決めました。やはり母に伝えることはなかなかできませんでした。でも当時の彼女とはこの先も人生を共にする相手だと思っていたので、友達と一緒に住むとごまかすのではなく、本当のことを伝えられた方がいいと思ったんです。とはいえ、いきなり顔を見て話す勇気は出ませんでした。考えた末、スマートフォンを手に取りメッセージを送りました。実は私は同性愛者です。パートナーの子と一緒に住むことになりました。返事はすぐに返ってきました。そうなんだね、一緒に住むのであればあなたに覚悟が必要だし、相手に対する責任もちゃんと持ちなさい、というメッセージでした。電話がかかってきて、あれこれ言われたらどうしようかと思っていたのでほっとしました。言葉は少なかったけれど、不安に感じることは全くなくて、母なりにちゃんと受け止めてくれたんだと感じました。兄弟姉妹には彼女を一緒に住んでいる友達と紹介し、家族との食事会に彼女が同席することもありました。姉や妹たちにも自分の彼女をパートナーとして扱ってほしい、そんな気持ちを抱きながら、私にとって彼女は家族だから、一緒に住んでいる子と思われることは複雑でした。私の家族にも家族と思ってほしいし、姉が私の旦那さんと自然と紹介するのと同じように接していけたらいいなって。当時は20代後半、結婚の早かった妹からはたびたび、結婚はしないの、子供がいるっていいよと言われたが、彼女との関係性を偽ることで会話がたどたどしくなっている自分を感じていたそうです。ある日、もう家族には言ってもいいかなと思い、母に意思を伝えました。でもそれはちょっと違ったようです。そういう話はいろんな人に言うものではないよと言われました。母は私に言葉では何も言わなかったけれど、その様子から思うところがあるんだなと感じました。やっぱり母なりにすごく葛藤していたのだと思います。その後、滝沢さんはパーソナルトレーナーに転身、経験を積み仕事が軌道に乗る中、改めてセクシャルマイノリティであることに向き合うようになりました。当時所属していたジムの代表に、トレーナーとしては軌道に乗ってきたし、この仕事以外にも何かできるといいよねと言われました。その時初めて、私にしかできないことってなんだろうと考えたんです。すると、私が同性愛者であると知っていた代表が、セクシャルマイノリティであることに悩んでいる人もいる、その人たちのために何かできたらいいねと言ってくれて、そのアドバイスがしっくりきたんです。ちょうどそのタイミングで、先ほど話にも出ましたテレビ番組出演のオファーが届いたのです。テレビで自分がカミングアウトしたら、同じような境遇の人の支えや勇気になることがあるかもしれない、テレビに出る機会なんてなかったので、公表するならば今じゃないかなと思いました。これを事前に母に伝えたらダメだと言われるに決まっています。でも私は親のために生きているのではなく、私の人生、公表することに迷いも躊躇もなかった。放映は仕事中だったため見ていなかった。仕事が終わり、携帯電話を開くと、テレビを見ていた妹たちが家族用の SNS にバンバンメッセージを送ってきていたそうです。妹にはもっと早く言ってくれればよかったのにと言われました。結果論ですが、テレビで公表し妹たちに知ってもらえたのは良かったです。家族みんなで悶々と考えることにもならず、すぐに受け入れてもらえて、私はすごく恵まれています。ただ母とはそれから1年ぐらいかな、連絡が途絶えました。当時すでに母親でもあった妹は、七重が同性愛者でも妹である私は変わらない、でも私も自分の子供に言われたらやっぱり複雑かもしれないねなど、いろいろと言葉をかけてくれました。姉妹と親子では違う、お母さんの気持ちも分かってあげなよということだったと思います。母とはその後も特に話し合ったりすることはありませんでしたね。でも自然と少しずつ連絡を取り合うようになり、今ではすっかり告白する前と同じ関係ですよ。初めて母に告白した時に
何も言わずに受け止めてくれたこと、次に続く言葉を聞いたとき、滝沢さんにとってその事実が何よりも大切だったのだと感じました。もしも子供にセクシャルマイノリティであることを告白されたら、家族として複雑な気持ちを抱いてもまずは否定してほしくない。そうなんだね、話してくれてありがとうの一言を言うだけで本人の気持ちはだいぶ違うと思います。自分がセクシャルマイノリティであることを人に話すことはすっごく勇気がいります。親に告白するとなればなおさらです。それでも行動に移したのは本当にすごいことだから、まずはそっかありがとうねと受け止めてほしいと思います。今後のセカンドキャリアからも目が離せませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。